18時45分の特急あずさはこれね。よし乗ろう。やっぱ特急あずさは快適だな。寝たらあっという間に新宿だな。よし定時だな。うん、嘘だろ、まさか。止まれ止まれ。なんだ、お客様にお知らせいたします。ただいまこの車内において人身事故が発生いたしました。現在発車見込みは立っておりません。車内にてしばらくお待ちください。おい、明日仕事だから待てないって。100メートル先に八王子駅あるじゃん。よし、車掌さん。はい、今調べたら八王子駅が100メートル先にあって、家近いのでここから帰ってもいいですか。帰るというのは線路に降りてそのまま歩いて帰るんです。それは危険なのでダメです。は、だって家がすぐそこなんですよ。明日仕事だし疲れてるし、僕みたいに帰れる乗客は帰った方が効率いいんじゃないですか。お気持ちはわかりますが、今は車内でお待ちください。あ、そうですか。じゃあもうあの手を使うしかないな。うん、ちょっとお客様。よーし、始めますか。それだけはやめてください。言うこと聞いてくんねえから窓ガラス割ってそこから降りて帰ってやるよ。そんなことしたら器物破損で警察沙汰になりますよ。俺ら乗客を困らせるあんたらが悪いんだろ。ちゃんと言えば警察だって分かってくれるはずさ。さっさと寝たいから窓ガラス割らせてもらいますわ。よっしゃ行くぞ。うりゃー、やめて。なんだガキ、僕の大好きな特急アッサーをいじめるな。かわいそうでしょ。やめてよ、お願い。うるせえな、泣くなよ。僕大丈夫？うん、僕もお兄さんみたいに車掌さんになってみせる。なれるかな。君は正義感があるから絶対になれるよ。ほんと？よかった。じゃあ仕事戻るね。頑張ってね。怖かった。